おお、ここに警視軍がある。見えんぐな。はい。ほんな警視軍行ってみましょうか。これ警視軍なのかね。警視軍なの。まあ小ぶりであるけどね、天井席がないんだけど。はい、警視軍。こうやろ。これは10年ちょっと前ぐらい入ったことある、ここね。あの石形や、あるあるあれね、見たことある、はい。間違いないわ。あれ関係ないですよね。石ゴロゴロしてんだけど、大きいのが。これ古墳かね、大きな古墳が、右も左も。右も左も、あるねんけど、石碑が見えんのかね。あれ、開いてない。ここや。ああ、もう崩落しましたか。大きいんやけどね。崩落しましたか。ね、崩落しております。この反対側はどうなってんだ。これはね、こっちに開口するのか。開口してんのかな。あ、してんだけどね。あら、大きいね、これも。入られませんのか。入ってはいけませんのか。大きいけどね。これかなり精巧に作られてるね。残念やけどね、入られませんわ。こういうね、平べったい石が多いんだけどね、天神寺は。一個だけ抜けてんだよな、天竜石が、これ。あら、大きい。見れませんか。高さも3メーターほどあるからね。これ一個だけ天竜石どこ行ったんだろう。外されましたか。大きいですよ、この古墳も。はい、ありがとうございました。この上の石はすごいんだけどね。石がゴロゴロしとんだけど、ほんまに大きいのが。古墳を作るのはもってこいの石がね。大きな古墳があるんだ。ああ、素晴らしい古墳が。入れませんか。この天井石がちょっと外れてるね。これは奥石が外れてるのかな、奥石も。
ここ、ここ降りてか、ここは。おお、大きいね。入れませんか。はいはい、いいですよ。大きい袖くれてるけど、傘袖かな、わからんな、これは。両袖かもしれんな。すごいね。ここだいぶ後やね、かなり切ってくれてるからね。これがもう典型的な天井でしたね。こんなんが多いんだけどね。はい、ありがとうございます。石がいっぱい積んであるんだけど、あ、ここにも、ここにもあるか。あらあら。残念なことになってんね。もう破壊されて、天井石も見当たらんがね。これやろ、こっちもそうやな、これ。破壊されてますね、小さいけどね。石ゴロゴロです。はい、ありがとうございました。ケイシ君でございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ケイシ君でございました。